議長の許可を得ましたので、通告に従って質問させていただきます。まず、質問の趣旨についてお話しさせていただきます。消費税の、増税の話題が、それには事欠かない、毎日であります。連日マスコミで生活への負担が大きくのしかかることが取り上げられています。消費税増税分は社会保障費に充てるとされ、あたかも新たな制度や新規事業が立ち上がり、これまで以上のサービスがなされるような、手厚くなるようなという妄想を抱かせられています。しかし実態は、年々増加する扶助費や負担費の穴埋めでしかないのではないかという疑問もあります。増税に応える新たな社会保障制度ができるよう期待したいものであります。一方で、大手企業の春闘における賃金のベアが続出していることは好ましいことではあります。しかし、多くの中小、零細、個人事業主やそこで働く労働者の賃金まで及んでいないことも実態としてあります。生活水準の格差はより大きくなっているようにも思います。好景気と売れ腹に、全国的に生活保護世帯は、年々増加の一途をたどり、ストップかかっていないのが、それを物語っています。所得を増やす政策が求められています。また、新聞等でも話題になっておりますが、公共事業の入札が不調に終わったり、人手不足なので思うように工事が発注か、着工できないという事態にもなっていると聞いています。労働者の賃金問題が一つの原因ではないかと思います。最低賃金やそれ以上の賃金を保障、社会保障の充実など、社会保険の充実などの労働条件を今以上に改善することが求められています。現状のままでは、下請け等の中小零細事業者の負担が増えるだけで、経営を圧迫しかねません。公共事業で働く労働者の多くは市民です。その労働者を確保し、守るということも自治体の責任ではないでしょうか。そのため、最低賃金法という法律も行政が作ったものです。零細個人事業者の負担を減らし、労働者を守るための制度や点検をする仕組みを作る必要があるものと考えます。さらに、栗原市長は、施政方針でも、個人情報の保護やいじめや差別のない人権尊重のまちづくりについても触れられておられます。本市の民水協の組織や取り組みなどは、行政、市民、関係団体が一体となって推進する他の市長にない誇りうるものだと思っております。2006年12月の辰野市合併後の最初の1回でいち早く制定されたのが人権尊重都市宣言です。そんな辰野市を私自身誇りに思っております。さらなる人権尊重のまちづくりを推進するために、共に努力していきたいものと思っております。以上の観点から以下の質問をさせていただきます。1、公共事業について、消費税の増税における公共事業の入札等のにどのような影響が出ると予想しているのか、またそれに対する対策は考えているのか。設計労務単価の見直し、引き上げがなされているが、下請け業者の労働者の賃金に反映されるように点検、指導すべきではないか。公契約条例制定の良い機会と捉えるがどうか。学校の屋内運動場など耐震工事のやり直しのような工事が予定されているが、太陽光パネル設置が可能な重さに耐えられる構造にすべきと考えるがどうか。給食センターの設計、耐震、衛生管理等は、より厳しい基準のもので、元での設計になっているのか。2、子育て環境のさらなる充実に向けて、認定こども園の整備が急がれる中、幼保一元化という名前だけのものにならないように、敷地や施設設備を全面的に整備する必要があると思うが、計画を示していただきたい。質を高めるためにも、保育士や幼稚園教諭の正規採用率の向上は欠かせないと考えるが、
今後の採用方針について伺いたい。3つ目、いじめや差別のないまちづくりについて、インターネットや携帯電話を使ったいじめや差別落書きをはじめ、人権侵害につながる悪質な情報のより良い発見と、それを点検あるいは削除するための仕組みを作るべきだと以前にも提案したが、その後の調査検討状況を教えてほしい。戸籍の不正取得に対する本人通知制度が県内でも実施する自治体ができてきているが、本市の方針はどうなっているのか。以上、よろしくお願いいたします。企画財政部長。20番、三木浩一議員のご質問のうち、1点目、公共工事についての1番目のご質問の、消費税の増税における公共事業入札等への影響と対策についてお答えいたします。まず、増税の影響についてでございますが、建築分野を中心として駆け込み需要による資材不足等の懸念がございましたが、多少の納品遅れ等が発生したものの、本市の公共事業には確たる影響はございませんでした。一方、増税後におきましては、一時的に民間による投資的事業が減少すると見込まれ、事業者においては公共事業への期待度が高まるものと予想されます。このことから非常に厳しい応札が増加すると予想されます。しかしながら、本市の建設工事等の入札におきましては、最低制限価格を設定しておりまして、来年度当初に制度改正を予定しておりまして、低価格での落札によるダンピングを防止するとともに、品質の確保が保てるよう意を用いているところでございます。また、増税対策の一環として、平成26年度から実施いたします、転入者定住促進、住宅取得支援事業および若者定住促進、住宅取得支援事業は、消費税改正後の住宅を対象とし、特に建築分野における民間需要を喚起することに意を用いていることを申し添えさせていただきます。次に2番目のご質問の設計労務単価の見直しによる下請け業者への点検指導および後契約条例についてお答えいたします。ご承知のとおり、設計労務単価につきましては、平成25年4月に 15%、平成26年 6年2月に 7% 引き上げを行い、建設工事の予定価格に反映いたしております。また、建設労働者の賃金につきましては、発注者から元請け企業、下請け企業を通じて、建設労働者に至るまで適切に支払いが行われることが重要であることに鑑み、適切な予定価格、最低制限価格制度、適切な工期の設定や柔軟な設計変更、前払い金、部分払い金の活用などにより、建設労働者の就労環境の改善に努めております。また、後契約条例の制定につきましては、後契約の下で働く者の労働条件の改善と、公共サービスの質の向上に大変有意義な手法との認識を持っておりますが、入札参加者資格判定などにおいて、実効性を担保することが、本市の状況では困難なことなどにより、引き続き調査研究を重ねてまいりたいと考えておりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。教育管理部長。引き続きまして、1点目の3番目のご質問の、学校の屋内運動場など、耐震補強工事のやり直しのような工事が予定されているが、太陽光パネル設置が可能な重たさにも耐えられる構造にすべきと考えるが、どうかについてお答えいたします。来年度予定しております、
屋内運動場、非構造部材、改修事業につきましては、屋内運動場に吊り天井を有する小中学校を対象に、それらの落下防止対策を講じるためのものでございます。これは東日本大震災における天井落下被害を受けて、平成25年の建築基準法施行令の改正により、天井脱落対策の規制強化がなされたことに伴うものでございます。本市の屋内運動場耐震補強工事は、平成23年度に完了しており、その後の法改正となったことにより、本体工事とは別に実施いたしますことをご理解賜りますようお願い申し上げます。次に、ご指摘の耐震化工事の際に、太陽光パネル設置が可能な構造にすべきだったとの考えるがどうかについてのことでございますが、耐震化工事と申しますのは、屋根の軽量化により、耐震性を向上させるものでございますので、通常の学校施設は基本的に屋上等に太陽光パネルの設置を想定しておらず、設備の設置による荷重に耐える構造とはなっていないのは現状でございます。耐震化工事、施工時におきましても、教育施設の耐震化の早期完了を優先的に実施してまいりましたので、太陽光パネルの設置につきましては、今後、大規模改修や老朽化による建て替え等を実施する際に、必要等を考慮した上で、個別に検討してまいりたいと考えております。次に、1点目の4番目のご質問の、給食センターの設備の耐震、衛生管理等はより厳しい基準の下での設定になっているのかについてお答えいたします。仮称、中央給食センターの建設にあたりましては、何よりも安全安心な学校給食を第一に考え、建物、設備の耐震化はもとより、衛生管理の徹底を図ってまいりたいと考えております。議員ご交渉のとおり、学校給食施設の建設にあたっては、建築基準法はもちろんのこと、文部科学省の学校給食衛生管理基準、厚生労働省の大量調理施設衛生管理マニュアル、兵庫県教育委員会の学校給食衛生管理マニュアルの基準が定めておりますので、その基準値を十分に満足した施設の建設をと考えております。具体的には、施設、設備の耐震につきましては、耐震設計と非構造部材の耐震性を確保するとともに、調理機器の転倒等の二次被害防止にも配慮したものと考えております。設備関係につきましても、調理場内の温度、湿度を適正に管理することにより、細菌の繁殖抑制や食材の下処理等を行う汚染区域と、調理配膳等を行う非汚染作業区域を分離、失礼いたしました、完全分離したり、野菜類や魚、肉、卵類の処理室を別々に設置するなど、二次感染汚染、総合汚染の防止に努め、エアカーテンなどを設置し、昆虫、ホコリなどの異物混入の防止を図るなど、安全安心な学校給食を提供できるよう進めてまいりたいと考えております。なお、実施設計の段階におきましては、保健所等の助言や、学校、栄養教諭、調理員等の現場で働く職員等の意見を取り入れた設備と考えておりますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。健康福祉部長。引き続きまして、2点目のご質問の子育て環境のさらなる充実についてお答えいたします。まず1番目のご質問の認定こども園の整備計画についてお答えいたします。議員ご交渉のとおり、
平成24年8月に子ども子育て支援法等が施行されたことに伴い、平成27年度から子ども子育て支援新制度がスタートいたします。この新制度においては、国は質の高い幼児期の学校教育・保育を総合的に提供する認定こども園の普及に取り組んでおります。認定こども園は、これまで養護を中心としていた保育所と教育を中心としていた幼稚園が一体となることで、就学前の児童が同じ施設の中で共に育つことができるものでございます。現在、市内には公立幼稚園19園、公立保育所12園のほかに、私立保育所が14園ありますが、これらは広域に散在しており、施設規模も120名定員の保育所から30名を切る保育所、幼稚園などまちまちでございます。このように地域により状況が異なりますので、民間保育所の動向を留意し、子ども子育て会議で審議いただき、また教育委員会とも連携を図りながら、施設の再編に向けて子ども子育て支援事業計画を策定してまいります。そして保育所、幼稚園利用者の保護者のご意見もお聞きしながら、体制の整った地区から順次認定こども園を開設してまいりたいと考えており、現時点におきましては、保育所、幼稚園の既存施設を利用して認定こども園化に向けた施設整備を行ってまいります。認定こども園として施設整備を行う場合、3歳未満児に必要な保育室、幼児用トイレ、さらに給食設備、遊戯室、運動場の整備が必要であるため、既存施設を合理的かつ効果的に活用してまいります。まずは平成26年度予算にもありますとおり、新宮保育園と新宮幼稚園を養保連携型認定こども園として整備運用することにより、実績やノウハウを蓄積してまいりたいと考えております。次に2番目のご質問の保育士や幼稚園教諭の正規採用方針についてお答えいたします。現在、保育所、幼稚園のいずれも非正規職員の割合が高くなっているのが現状でございます。これは保育所、幼稚園とも入所児童数により配置職員数が年度ごとに変動するためであり、さらに保育所では年度途中に入所する児童が多数あることから、その都度非正規職員の雇用が必要となっていることが原因となっております。そこで今後は、市が保育所、幼稚園を適正な数の認定こども園として再編していくことで、おのおので勤務している保育士、幼稚園教諭が認定こども園で勤務することになるため、職員が集約されるものと考えております。また認定こども園では、保育士、幼稚園教諭の両方の資格を持った保育教諭が必要とされることから、これまで保育所、幼稚園と別々であった職員採用を今後は統一した採用としていくことを検討し、職員の正規採用率を向上させてまいりたいと考えておりますので、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。教育長。引き続きまして3点目のご質問のいじめや差別のないまちづくりについてお答えいたします。まず1番目のご質問のインターネットや携帯電話による人権侵害につながる情報発見と点検削除するための仕組みづくりについてお答えします。議員ご交渉のとおり、インターネットの普及により個人の名誉が毀損され、差別を助長する恐れのある表現がインターネット上に掲載されるなど、その匿名性や情報発信の容易さから人権侵害につながる悪質な書き込みが社会問題となっております。県下29市町で構成する兵庫県都市人権啓発主管者会議の平成24年度の会議の中で協議いたしましたところ、取り組みの先進地としましては尼崎市をはじめ、あと3市が次に1回程度のモニタリングを行っております。本市におきましてはモニタリングなどは実施しておりませんが、職員の人権学習として市民主化推進協議会が開催する各種大会への積極的参加をその研修と位置づけ、
地域のリーダーとともに学習しているところでございます。また近年複雑多様な人権問題に対応する職員の質向上を自己研鑽を図るため、昨年8月には職員人権学習会を計4回実施し、435名の職員が受講、人権感覚を磨くことができました。さらに未成年者に多いインターネットトラブルについて小中学校を連携して児童生徒保護者および教職員並びに職員を対象とした講演会を計7回開催し、約2000人の参加がございました。今後インターネット上など人権侵害などの問題が発生した場合には、辰野市職員人権対応マニュアルに基づき人権推進課と人権教育推進課、市民主化推進協議会および神戸地方法務局、辰野市局との4社、悪質なケースによっては、さらに辰野警察署の協力を得て、迅速な対応ができるよう連携を図ってまいります。また、本市の人権推進の指針となる辰野市人権施策推進指針実施計画が平成26年度に改正時期を迎えており、複雑多様化するインターネット上の人権侵害対策に対応すべく、見直しをする所存でございます。いずれにいたしましても、このような被害を予防するためには利用者の人権感覚およびマナーの向上が大切であり、さらなる人権啓発教育を関係機関が連携して推進してまいります。次に2番目のご質問の本人通知制度に係る本市の方針についてお答えいたします。戸籍や住民票の不正取得が発生する中で、これを抑止し、早期に発見するために、本人通知制度は有効な手段と考えております。本市におきましては、これまでに全国戸籍、住民基本台帳事務協議会を通して、国へ法制化を要請するとともに、制度を導入している自治体を視察するなど、本人通知制度の調査研究を進めてまいりました。この度制度の導入に向けて、本人通知制度実施要項の制定、戸籍総合システムの改修を行うとともに、市民への十分な啓発及び事前登録の受付など準備作業を進め、本年10月を目途に本人通知制度の運用を開始する といたしておりますので、何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。20番、三木浩一議員。順番は、異なりますが、一番、嬉しい、結果からいうことで、本人の、戸籍の、不正取得に対する本人通知制度、これが、本年10月を目標にという話が、実現、するということで、はい、そうですね、大変嬉しく思っておりますが、これも当然制度は作っても利用する方が増えなければ実際意味がない部分もあります。そういう部分でその啓発だとかそういうものの仕方についてどういうような方法を考えておられるのか。市民課長。制度の啓発でございますけれども、市広報誌への掲載、あるいは市ホームページへの掲載、さらには関係団体へのチラシの配布、こういった手段を考えております。20番三木浩一議員。くれぐれも、有効に、効果が上がるように、進めていただきたいなというように思います。次に差別モニタリングの制度が、県下で3つの市が先進的に、取り組んでいるところがあるということをお聞きしたんですけども、当然本市でも、その問題が発生した場合にはこういう対応を取るということを今、いちいち説明はあったんですけども、どこともやってるのはほとんどが問題が発生したところが先進的にやってるような形が実態です。後手後手に回ってるのが実態です。問題が起こってから慌てて
この制度を、制度を、設立に、迫られてやっているところがほとんどです。ですので問題が発生してから、市民の声が上がり、地域から声が上がりしてやるんではなくって、先進的な取り組みということで、先に取り組む、さっきの戸籍の、本人通知制度も同じですけども、これも、以前質問したときには、県下ではゼロでした。それが今は、複数の、市長が、取り組む実施するように実際になりました。そういうところでも実際に事件が発生してからやったところではない部分もあります。ですので本市においても事件発生するんじゃなくって、もうあらかじめしていくというような考えていただきたいなと思います。実際に宝塚から川西ですか、あそこら辺には第三者委員会、これはもう子どもを限定している部分があるんですけども、そういうことをから守る第三者委員会の設置なんかがもうすでに計画され、まだ実行されています。制度化も条例で制度化もされています。そういうような部分で、幅広い部分でそういうものが求められていると思います。先進的に取り組んでいくという方針についてはどうでしょうか。教育長、精神的と申しよりもですね、やはりこれ人権意識の問題だとも思います。で、橋の中にはサーバーのパトロールとかそういうことをしている人もございますけれども、そういう意識を持って役所の仕事をする職員の、はい、そういう書き込み、あるいは今度は子どもを持つ保護者なんだ、そういうことからしまして、まず問題の前に市民に対してのそういう検証、PR、また最近LINE だとか、あるいはインターネットの携帯ですね、そういうものからも高齢者がそれに巻き込まれるようになりますから、なんか子どもだけじゃなし、今度は年いった方々にもこのスマホなんかも危ないんですよ、そういう子どもに与えることも危ないんですよとか、そういう市民全体の意識を、20番三木浩一議員。今、高齢者の課題についても答えていただいたんですけども、実際のところ、確かにそうだと思います。何も人権侵害、パソコン、インターネット、そういうもので、悪質に利用される被害というのは、何も人権侵害だけじゃない部分も、いっぱいあると思います。振り込み詐欺とかそういうものも同じような使い方される場合も実際のところあります。ですのでそういうことを全体的に網羅するような、それを点検整備するような機関というのが、何も教育委員会だけじゃなくって市全体としてそういう仕組み、そういう機関を設置すべきだと思いますが、どうでしょうか。教育長、今議員おっしゃいますのは、そういうモニタリングをする専門家とか機関を持てる、先進地というよりもそういうことを言ってありますところは、月1回のそういう会議、2回ぐらいの会議ですので、私どもとしましては専用の部屋、あるいは議員の配置になりますので、一度時間をいただきたい。またそれの専門のその20番三木浩一議員。確かに市の職員を雇って配置するとかいうようなことになると大変な労力費用もかかります。けれども、表現ではありませんけれども、よその、他府県では、いわゆるボランティアですね、そういうことに長けた方が不定期ではありますが、そういう点検するようなボランティアにやってくるというような制度も
取り入れているところがあります。そういう部分で、できるだけ、そういうようなこうボランティアのような方も、活用するということも、検討していただいたらいいんじゃないかなと 思います。ぜひとも前向きな方向、前進方向でお願いしたいなと思っています。で次に、後契約条例のこともでお伺いします。引き続き調査検討という話だったんですけども、実際のところ今、全国的に、この後契約条例が普及というか広がっているのは、実態であります。ただ、それはあくまでも、そこで公共事業に関わる、労働者の、労働条件の改善やとかから契約の中身の、質的向上だとかいろんなものの、課題がたくさんあると思います。そういう部分で、特に辰野市、これは議会の方の問題ですけども、国に、法整備を求める請願というのが、全国で、国の方に上がっているんですけども、兵庫県下においてその、議会からの請願が上がっていない自治体のが、県下で2つだけやということを聞いております。その1つが辰野市であり、もう1つは隣の太子町である。本当に県下他のところ全てそういうのが出ているのに、私ども出していない。これは議員として私たちが恥ずかしいんですけども、そういう実態があります。で国の制度ができるのは当然要望すべきですが、それよりも先に、先も先進的先進的という言葉を使ってますが、市としてそういうような制度が市として独自に組まれることを強く要望したいと思いますが、どうでしょうか。企画男性部長。おっしゃる趣旨につきましては十分理解いたしております。先ほども答弁の中で実効性の担保ということを申し上げました。これは実はこの条例を作ったからといって下請けの、方々の従業員の方々まで賃金が確かに出されているかどうかということを確認するということは非常に難しくございます。また入札の審査資格なんですけれども、この中で、見ていけよということもあるんですけれども、実際今2人の担当者がこの1ヶ月で2300社ぐらいの入札参加資格基準審査をやってございます。でそこまで見れるかどうかということにつきましても非常に問題があるということですので、経営審というところがございまして、そういった中で労働者の、いわゆる雇用保険であるとか社会保険であるとか退職金が入っているかどうかとかいうような審査項目がございまして、そういった部分で入ってないというような業者がございましたら、それを新たに啓発するなり何なりする方法で代替できないかなという新たな方法も考えたいというふうに考えておりますので、すぐさま条例ということよりもむしろ そういった方向で考えていきたいなというふうに考えておりますので、ご理解願いたいと思います。20番三木浩一議員。確かに制度を作っているところでもその職員の不足だとかそんなんで十分に機能していないという実態も、お聞きしていますので、制度が作ったできたからいいというものではないのは、承知しております。今、部長に言われたような、実効性のあるもので、今後、指導なり検討なりしていただきたいなという思いがしています。よろしくお願いします。次に、耐震工事に関わる部分ですけれども、実際非構造部分を今回やるねということですが、これも法の改正だとか国の指導だとかいろんなものがコロ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 新たに加わってくるというのがね、今実態で、工事がそれに伴っていない補助についてもこれについてはダメ、こっちは OK いうね、矛盾した部分が大変たくさんあって、なかなか工事が、合体したような工事ができないというのは、以前からもよく聞いておりますけれども、
これだけいろんなところで工事が例えば今言われた屋内運動場の非構造部分と言われても耐震工事でこの前体育館を触ったばっかりやないかと、けどもまた同じように体育館をいじるんかと言うたらこれ二度手間じゃないかいう思いはね、周りから見たら当然あります。ですのでそういう部分を含めてより高度な基準というものを目指していただきたいなと。そうすれば二度手間三度手間のね余分な経費が南部国からその分について補助が下りるから言うても、使う方も工事が続けば、支障が出ることはありますので、そういう基準を市独自でもう一度、点検していただきたいなと思いますが、どうでしょうか。教育管理部長。20番三木光一議員。同じようなことが、その他の、いわゆる建物の耐震化またはその非構造部分の、改修ですか、そういうものだけじゃなくて今度片っぽで、バリアフリーとかねそういうものの要請いうものも、片っぽで、ありますし、さっき太陽光発電の話もしましたけどもそういうものが公共施設には当然備えるべきやという時代がね、どん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 今、来ています。そうすればまた、そこで新たな法律やとか新たな要請があって、その部分それが可能になるような工事をまた新たにしなければいけないということが予想されます。でバリアフリーについてもね、今公民館とかそういうものを新たに学校の耐震が終わったその次は公民館とか公共施設をやるんだという話は出ていますがそれにおいたってバリアフリーも少なくとも3階以上の建物だとかそういう部分には当然後々必要になってくるということもこれも予想されるが当然のことだと今の社会状況から言えばまたは利用する施設によっては2階建ての建物であってもエレベーターは最低限必要やとかいうような動きも当然出てくるはずです。そういうものに合わせた片方は文科省か建設省かから厚生労働省かいう形でそれぞれの補助金の対象がねバラバラやから余計にややこしいんだと思うんですけどもそういうものをやっぱり市としては一体的な捉え方で進めていただけないかなという思いがします。でもう一つは、例えば、校舎の中で、今までにも、以前、姫石が、去年ですか、全教室に扇風機を入れたという話があって片や、都市部の方が中心ですけどももうクーラーを入れているところはもう全教室に、ね、入れているところほとんどあります。でそういうような流れの中で、もうすでにクーラーのを設置するんじゃなくって、老朽化したクーラーを取り替える新調するんやというような自治体も実際県下にもあります。そういう社会的な、情勢の中で辰野市はそういうものが、ほとんどの教室には入っていないのが実態で、で扇風機をという話になった時に天井が、その重さ、天井に扇風機をつけるのにその重さに耐えられないという話も以前聞きました。
だそういう部分も含めてね、考えますと、耐震工事したときに扇風機も作られないような天井でそのままの建物は倒れないけども天井落ちてくるんちゃうかという、ね、心配も片っぽでするわけです。だからそういう部分も含めた、ね抜本的な、工事そういうものの計画についてはどうでしょう。教育管理部長。20番三木浩一議員。はい、まあ暫時そういう方向でないなと思うのと、で今までにもよく聞く話は大規模改修大規模、改築その時に合わせてやりますやりますいうことはねよく聞くんですけども、例えば耐震工事なんかは私から、素人から見ればね、あれはもう大規模工事だと思えるんですけどね。でもその時には、それはできないんやという話で、市内に中学校、5つありますで、けれども、そこで、多数の東西の、中学校にはエレベーターがあります。だから当然、他の中学校にも同じように、足の不自由な子または怪我を、突発的な怪我で、階段を自分では登れないような、ね、怪我をするような子も当然出てきます。だから当然、同じ市内の中学校でありながら通いながら片っぽではそういう施設がある、こっちにはない。だからその時に大規模工事をされたじゃないかと、だからその時になんでつけてもらえなかったんやという、ね、不満の声いうのは、ね、やっぱりこれ実際聞きます。だからそういう部分も含めて、それに応えられるような、ね、今後、いろんな工事をする時に推進していただきたいなという思いがします。教育管理部長。エレベーター設置等につきましては中学校だけはなしに小学校も含めて全施設を、まあ、やはり対象として検討していなければならない事案でございますので、今後のエレベーター設置等につきましては検討課題ということにさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。議長。20番三木浩一議員。幼保一元化の関係、新しい新制度についてに お尋ねします。国が出している新しい保育の制度についてこの前から新聞でもちょこちょこ取り上げられております。でその新聞の記事によりますと、当初の国の計画からすれば財源が確保できないことで大幅に縮小された形で定義、政府の専門家会議ですか、そっちの方では提案され政府案が出るというように聞いております。でその中では3歳児、3歳児の定数ですね、配置基準というのが縮減されて20名から15名に1人職員を配置するというような方向に改善はされるようですが、0歳から2歳から4歳5歳については手つかずというようなことが取り上げられています。そういうでその後で例えば3歳児の人数が20名から15名に余分に職員が配置されるのはいいんですけども、
それに見合った施設にしていく必要があると思うんですけども、それについてはどうでしょうか。健康福祉部長。現在、先ほども申し上げたんですけども、市内には45の幼保の合わせての施設がございます。そういったことで、市といたしましても、施設の数についても今後検討していかないいかんということで、先ほど3歳児の定数が20から15名に減ったということでございますが、施設の数といいますか、そういうハード面については今現在十分足りているんですか、ない状況なんです。あと問題としましては、あとその職員をいかに確保していくか、そういったことが今後大きな課題であろうというふうに考えております。20番三木浩一議員。建物はいいと思うんですけれども、その建物が、小さな子どもたちを、受け入れるのに、ふさわしい部屋の数とかそういうものがきちんと確保できるのかどうかという部分、そっちの方が私自身は、定数が減って職員が一つ配置されるんであれば、その人数を小中学校でも定数によって教室が増えていくのがね、実態。それと同じように、そういう保育所、幼稚園にしても定数が減るんであれば、それに合わせた部屋数が当然必要だというように単純に考えるんですけども、それについてはどうでしょうか。健康福祉部長。今後幼保を一元化を進める中で、認定こども園を整備いたします。その中で、まず必要なのが、保育室が必要でありましょうし、それからあと、小さい子どもを収容する場合は保護服室、それから、トレーニングができるような、小さなトイレですね。そういったことが小さい、未満児の子どもを、収容する場合に必要であろうと。もし幼稚園でそういったことを受け入れする場合であれば、そういったものが必要だろうというふうに、すみません、そうですね、考えます。それから、給食室もそうですね、給食室もいります。それから逆に、保育所の方でもし、するとすれば、やはり遊戯室、それから運動場と、そういったことが足りないところがあるかもわかりません。そういったことが整備する必要があります。それから今おっしゃいました保育室の人数に合わせた数が必要であると、そういったことが整備する必要があろうというふうに考えております。20番三木浩一議員。当然そういうことだと思うんですけども、実際にそれ27年度がこの制度スタートということになるわけで、もうあと1年しかないわけですね。その1年の間に言うたらその施設設備が必要やと言われてるのに、そういうような予算だとかそういう計画だとかいうものは具体的にこう出てない、またこの1年間でそういうことをやろうというような動きも見えていないのはなぜでしょうか。健康福祉部長。今現在、子ども子育て事業計画を策定している途中でございまして、平成27年度からスタートを、するんですけども、それは新たに認定子ども園の、新しい制度ができて、それからあと保育所幼稚園もそのまま制度としては残すことができるんです。そういうために、今回の、その事業計画も、平成27年度から5カ年間の、計画となっておりまして、その5カ年間の間に、整備を、順次進めていきたいというふうに考えておりますので、この26年度中に、その事業計画を、立てますので、またその辺できましたらお示しをしたいというふうに思っています。20番三木浩一議員。確かに、経過措置的な要素はあるんですけども、
せっかく新制度ができる、それがより子どもたちにとってまた保護者にとってより良いもの、先ほど新制度は質の改善、施設の改善、から、保育士の質の改善というか、そういうものが謳われています。そういうものに沿った、形で市も国の基準だとかそういうもの以上の、より、良いサービスが提供できるように市独自の計画をお願いしたいなと思います。でもう一つは、正規採用の、保育士から幼稚園教諭の件ですけども、今実際のところもう5割を切っている、5割をはるかに切っているのが実態だと思います。これが将来の、それは確かに途中変動があって、なかなか正規採用ばかり取るというのはこれは難しいのは分かりますが、あまりにもこの割合が低いのではないかと思いますが、その後新たに整備が進んだ後、正規採用の割合をどれぐらいのパーセントまで引き上げようという目標があるのか、あれば教えてください。本部長。ですね、これまでも採用につきましてはですね、合併以降これまで、いろいろとこう諸般の事情といいますか、保育所と幼稚園という中におきましては幼保の一元化あるいは一体化、認定こども園と、まあ、こういった取り組みが国の方でなされるということで、市といたしましてはですね、当面、そういったことが固まるまではとりあえず採用につきましてはですね、できるだけ、まあ、正規を抑えて、臨時でやっていこうと、まあ、こういった取り組みが今までなされてまいりました。これは現実でございます。で実際に今言われましたように、例えば保育士でしたら正規が 45%、 それから臨時が 55% と、まあ、こういった採用率といいますか、そういった率になっております。で、今申しましたように今後ですね、27年度からですね、明確に認定こども園化が進むと、まあ、こういったことになりますので、まあ、確かにそのあたりいっぺんにするわけではございませんので、その辺の計画とかをしっかり、まあ、注視しながらですね、正規の職員の雇用率というのは高めてまいりたいということでございまして、具体的な数値というのは今のところまた持ってはおりません。議長。20番三木浩一議員。まあ、まあ高めたいという言葉を信じたいなと思いますが、実際のところ本当に今の現状のね、5割を切るような正規採用率というのはやっぱり問題があるように思います。正規であろうが臨時であろうが一生懸命保育や教育に携わってくださっているのはよく分かっていますけれども、実際私が以前勤めた学校でもあるんですけども、臨時採用の先生と正規の先生との言うたら保護者からまたは地域からの見られ方がね、やっぱり違っていたように思います。そういう部分でやっぱりそういう同じ仕事をしながら、またはそれ以上の仕事をしながらそういう待遇またはそういう目で見られていくというようなことが少しでも減るように今後努力していただきたいなという思いがします。はい、もう結構です。以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。